皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、こんな感じでやってみました。ポニーテールアレンジにこうワンポイント加えるだけで可愛くなるアレンジ方法になります。でも正直これ自分でやるのはめちゃくちゃ難しいかなと思うので、まあ、美容師さんにやってもらうなり、まあ、ママさんだったらお子さんにやってあげたり、お友達同士でやってあげてもいいかなと思うんですけど、結構こう使えるアレンジで意外とやってみると簡単にできたりもするので、それもちょっと今日は詳しく解説しておりますので、このアレンジやってみたい方、よかったら参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。まずリレイのラップミストをつけていきます。しっかりと表面が濡れるぐらいたくさんつけてください。ブラシでしっかりと最初は溶かしていきます。鉢植えの髪の毛を少しだけ、まあ大体このぐらいですね、両サイド大体同じぐらいの束で取り分けます。取り分けた髪の毛をダッカールでちょっと止めておきます。残りの髪の毛を後ろでまとめてゴムで結んでいきます。次に表面の髪の毛を下ろしていきます。まず左側の髪の毛を輪っかにします。で、右側の髪の毛を人差し指と親指で挟みます。で、右手の人差し指と中指を下から輪っかを通して、髪の毛の下を通って右側の髪の毛を引っ張ってきます。で、この髪の毛をここの髪の毛の上を通って輪っかの中に入れていきます。で、そのまま毛先を引っ張るとこの形になります。最後にゴムで結んでいきます。ゴムが見えないように調節したらこんな感じで完成です。こんな感じで仕上がりました。自分でやるのは難しいんですが、やってもらうと結構可愛いですので、よかったら参考にしてみてください。